10月の16日からは羽織とコートの会をさせていただきます。今度のコートは膝下ぐらいのコートを何点かご提案させていただきたいと思います。足首まであるコートと違って膝下ぐらいのコートですとね、とても歩きやすく足さばきがいいので扱いやすいのが特徴です。帯の汚れをしっかり守る意味でも着物の上にはコートを着ていただきたいと思います。それではどんな形があるかご紹介いたしますね。こちらは道行きコートです。コートの中では一番正式な形と言われています。茶道の方などがよくお好みになるタイプですね。私も付け下げや色無地などを着るときはこの道行きコートを着ることが多いです。こちらは手ぼかしの反物で作ってみました。こちらは皮膚襟のコートです。最近見なくなりましたね。時代劇なんかを見ると高貴な方がこういう皮膚襟のコートを着ていらっしゃいます。ちょっと遊びで作ってみました。でも大人可愛いと思いませんか。遊び心あふれる皮膚襟コート、ワードローブの1枚に加えていただくと楽しいですよ。今回私は流水浮き輪の柄を皮膚襟のコートにして遊んでみました。こちらは羽織です。先ほどのコートに対してこれはジャケットやカーディガンといったところでしょうか。脱がなくてもいいっていうのが特徴です。コートに比べてね、脱ぎ着もないしとても気軽にお召しいただけるワードローブだと思います。今回私は色無地を使って羽織を作ってみました。こちらは道中着と言われるコートです。先ほどの道行きが正式ならこちらはカジュアルなコート。昔ね、羽織がこんなに流行る前まではこの道中着タイプのコートを作られる方がとっても多かったです。こちらはカジュアルなコートの中でも着物襟のバチ襟という襟をつけています。そして手ぼかしの小紋で作ってみました。こちらは道中襟のコートです。この襟が下までね、ずっとつながっているのが特徴です。この道中襟のコートだけを道中着と言ってる方々もいらっしゃいますし、この巻きつけるタイプ全般を道中着と言って襟の形で着物襟だったり道中襟だったりという呼び名を分けていらっしゃる方々もいらっしゃいます。それどちらも間違いではないと思います。花房としてはこの巻きつけるタイプのものを全て道中着という風に分類しています。そしてこのお襟を道中襟のお襟と言います。いずれにしてもこの巻きつけるタイプのコートはカジュアルなコートに属すると思います。今回は飛び柄小紋で作ってみました。いかがでしたでしょうか。やはり一番上に羽織るものは洗えると便利です。花房では羽弱といってコート専用の生地はございません。木弱といって着物を作る反物で、どれでもお好きなものでお好きな形のコートを作っていただきます。ですのでそのために結構な洋弱が余ります。反物が余るんですね。で昔はこれでいろいろ作りましたけれども、今はもうちょっと現実的には多頭紙の中に皆さんしまい込まれているものが多いのではないでしょうか。そこで今回のクーポンは特典としてこちらのバッグをご用意しました。ご自身の余った生地でオリジナルのバッグを作ってみませんか。通常ですとこちらの加工代1万8000円いただきますけれども、今回はクーポン特典としてそれを半額でお受けしたいと思います。コートや羽織とお揃いのバッグ、おしゃれですよ。それがいらないという方は5000円オフのクーポンを出させていただきます。どちらでもお好みのクーポンをお使いください。どうぞ皆様のお越しをお待ち申しております。